45分現在の高速道路情報をお知らせします。東京方面へ向かっている方に交通集中による渋滞の情報です。この付近の横浜町田インターの出口を先頭に渋滞しており、本線は20キロポスト付近まで1キロほど渋滞しています。次におよそ30キロ先の首都高速3号線上り大橋を先頭に、東名2キロポスト付近まで9キロ、およそ40キロ先の首都高速都心環状線内回り谷町を先頭に、事故によりおよそ45キロ先の首都高速都心環状線外回り江戸橋を先頭にそれぞれ渋滞しています。なお速度低下時の追突事故が多発しています。前方を走る車の速度が一時的に低下する場合があります。前方を走る車との車間距離を適切に保つ運転を心がけてください。ハイウェイラジオ横浜よりお伝えしました。